どうも、ともしーでーす。皆さんはね、ジョン・K・ペーター先生をね、ご存知でしょうか。まあ、ちょっとでも L 漫画をね、読んでる人だったら、ジョン・K・ペーター先生は知ってると思うんですけど、どうなんですかね。L 漫画って基本的にやってるだけじゃないですか。基本的になんか、やってるだけでしょう。ただ、ジョン・K・ペーター先生はね、違うんですよ。普通に普通のセクロスじゃないんですよ。まずま今ちょっとネットで見たら、まあ、これはツイッターのアカウントなんですけど、ネットで見たらなんかこう断面図を得意とする作家と書いてあったんですけど、まあね、私の印象からするに、まずね、子宮がね出てくるんですよ、体から。大体子宮はもうね出てきちゃう、ボコって出てきちゃう、体から出てきちゃうのと、あとね、なんつうフィストファック系なんですよね。フィストファックとか、すげえデカチンとか入れられるところで、鼻とかからね、ゴボーってね、出てくる。鼻とか口からゴボーってね、リバースするような、そういうね、漫画なんです。普通のエロ漫画じゃない、普通のエロ漫画じゃないんですよ、ね。で、絵はね、すごい可愛いんですよね。まあ、ちょっと古臭いって言われるかもしれないですけど、すげえ可愛くて、すごい好きなんですけど、逆にね、まあ、なんかあの絵柄で普通のエロ漫画読みたいよとか思うのかもしれないですけど、ただもうね、なんて言うんだろうね、そういう、多分ジョン・K・ペーター先生が普通のエロ漫画描いても物足んないと思うんです。なので、まあ、一度ね見てほしいんですけど、なんて言えばいいんだろうね、過激なんですね。過激で、なんて言えばいいんだろうね、普通に抜ける普通に抜けるっていうか、私は抜けるんですけど、抜けるか抜けないかはちょっとだからその辺は分かれてくるかもしれない。いや、あんなので抜いてんのサイちゃんえぐいって言われるかもしれないですけど、私は抜ける。てかね、逆にね、皆さんはホムンクルス先生とか好きかもしれないですけど、私ね、ホムンクルス先生とか全然ピクリともチンチン、ピクリとも立たないんですよ。うん。表紙とかはね、すごい可愛いなと思うんだけど、いや、全然申し訳ないけど、全然ピクリともチンチン、チンピコしないんですよね。うん。まあ、性癖だって言われたらあれなんですけど、まあ、ちょっとね、まあ、ちょっと、ジョン・ケイ・ペンタ先生の残念なところは、最新作はちょっとモザイクが、それ怪奇っていうか、モザイクが濃くて、よく見えねえっていう感じなんですけど。うん。なので、まあちょっと普通のエロ漫画じゃないんで、まあ、ちょっとあまりね、普段エロ漫画を読まない人にもちょっとおすすめできるエロ漫画ですね。普段エロ漫画を読まない人は多分エロ漫画で抜かないと思いますから、まあ、ただ、まあちょっとジョン・K・ペーター先生で調べて、ね、いろいろ見てみると、すげえなっていう、ね。バカじゃないみたいな感じなんで。ね、もう突き抜けてらっしゃる。これはもうね、すごいっていうことですよ。